青山正幸君。委員長。青山君。はい。日本維新の会、無所属会の青山正幸です。会派は代表して、所得税法等の一部を改正する法律案の主要と思われる点について討論をいたします。まず、個人、所得課税です。未婚の一人親に対する税制上の措置及び家父控除の見直しについては、性別に関わらず子育てを応援していくものであり、時代の要請に応じていく改正として評価できるものでございます。ただし、世界的に間違いなく主流となっている共同親権制度を我が国にも導入してこそ、子どもの貧困や虐待を防止することになるという指摘もなされているところであり、そういったそもそも論的な考えについて、次のステップの政治課題として、与野党ともに意識し、取り組んでいただくことも必要であることを強く申し添えさせていただきます。次に、NISA制度の期間延長を柱とする改正についてであります。この改正は地味に見えるものでありますけれども、実は極めて深い意義があるものと考えられるところです。欧米諸国と比べ、直近の10年間、日本人の金融資産はあまり成長していません。アメリカはこの10年間で 2.7 倍、イギリスは 2.3 倍に増えているのに対して、日本は 1.4 倍と、厳然たる格差が生じています。その理由の大きなものが運用リターンの低さです。アメリカのそれは実に2倍であるところ、日本は 1.2 倍にとどまっております。その原因の一つが金融抑圧政策、マイナス金利政策下において、預金金利がほぼゼロとなっている昨今においても、金融資産の運用先が現預金に半分以上当てられている現状があります。日銀や政府の金融政策に関する努力にもかかわらず、GDP の伸び率が芳しくなく、実質賃金も伸び悩んでいる現状、並びに2050年に向けて、65歳以上人口が今の3割から4割に増大し、15歳から64歳の人口が逆に6割から5割に減少する、未曾有の高齢化社会を迎えようとしている今、先に示された年金に関する将来見通しのうち、予想される有力なシナリオは、現役世代の収入の4割程度の年金収入しか得られないという厳しい未来です。先の国会で話題になった年金2000万円問題は、行政庁が国民に率直な現実を提示したものでありましたけれども、残念ながらこの問題は政争の具となり、政治的課題として正面から取り上げられませんでした。今回のNISA改正における期間延長は、将来への現実解の一つであります。もちろん、投資にはリスクもつきものですが、長期分散投資は危険を分散しているものであり、積み立てNISAは買い付け手数料がゼロの積み立てに適した投資信託も用意されており、間接的ながらも国民の未来への選択肢を広げるものといえます。法人課税に関する総税特別措置に関しては、将来の成長に直結しうるものに絞って行うべきであり、特に消費増税という国民の皆様に負担をお願いしたばかりの現在において、不公平感を払拭するためにも、必要かつ最小限のものにすべきであり、そういった観点からは、今回の改正はぎりぎり合格点というものであるでしょう。以上をもちまして、所得税法の一部を改正する法律案について、賛成の討論とさせていただきます。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。所得税法等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。この際、ただいま議決いたしました法案に対し、津島淳君ほか4名から、自由民主党無所属の会、立憲民主国民社保無所属フォーラム、公明党日本共産党および日本維新の会、無所属の会の共同提案による付帯決議を付す別紙との動議が提出をされております。提出者から